マーズサンプルリターンミッションは火星から岩石やゴミのサンプルを採取し分析のために地球にサンプルリターンすることを目的とする宇宙飛行ミッションである。惑星協会の事務局長ルイス・フリードマンによると火星からのサンプルリターンは惑星科学のコミュニティにおいてしばしば聖杯と表現される。長年の間様々なミッションが計画されたがそのいずれも 計画段階を超えなかった。直近の3つの計画は、NASA とエサの計画、ロシアの計画する、マルスグルントと中国の計画である。プラネタリーで下るサーベイ2013から2022、The Future of Planetary Science の中で、火星からのサンプルリターンは最上位の優先度と位置づけられている。 NASA とエサの共同での最初の火星サンプルリターンミッションである MAX-C は予算上の制約のため中止された。2022年までその機会はないことから NASA とエサのサンプルリターンの時期は未定となった。2012年9月に NASA は火星から地球にサンプルを持ち帰るいくつかの戦略の研究の継続を計画していると公表したがそのミッションが始まるのは 早くても2018年からである。火星からのサンプルにより、苦労して火星から伝送されるデータと比べてより、幅広い分析が可能となる。また、地球にサンプルがあることによって、サンプルリターンの数年後や数十年後でも、貯蔵されたサンプルに対する研究が可能となる。2006年、NASA によって設立された、Exploration Program Analysis Group は、 火星探査に関係する55個の将来的な重要な科学研究を確認した。2008年、彼らはそのうちの半分は程度の差こそあれ火星からのサンプルリターンによって推進され得るものであるとし火星からのサンプルリターンを全体のリストを最も進め得る一つのミッションであると結論を出した。さらに研究の多くは回収されたサンプルがなければ 意味のある進歩にならないということも分かった。ここ30年の間、科学者たちは火星から地質学的なサンプルを持ち帰ってくることを主張した。2008年にはミッションが計画されたが、プログラムの見直しにより中止となった。2006年中旬、2018年から2023年の間に火星からのサンプルリターンを行うのに必要な 科学的、技術的事項を検討するため、インターナショナルマーズアーキテクチャーフォーザリターンオブサンプルズ作業班が設立された。2009年10月、NASA と ESA は2020年代に火星からサンプルを持ち帰ることを究極的な目的とするエクソマーズミッションを進めるため、マーズエクスプロレーションジョイントイニシアティブを設立した。その第一段階は、 NASA と ESA の合同で2018年にエクソマーズを打ち上げることでサンプルリターン自体は2020年から2022年のある時期と定められた。MAX-C の中止と後の NASA のエクソマーズからの撤退によりサンプルリターンの時期は未定に戻った。この方法ではサンプルリターンは約4年の間隔を空けて打ち上げられる2機の探査機によって行われる。 一機目はオービターであり、二機目がランダーである。ミッションの残りは、一機による方法と同じである。ジェット推進研究所のマーズエクスプロレーション、プログラムのリフク国によると、合計三機の打ち上げによるサンプルリターンで合意ができつつある。この方法では、サンプル収集用のローバーが別々に打ち上げられて、最初に火星に着陸し、寿命である。 最低500火星日の間、分析やサンプルの収集を行う。4年後、オービターが打ち上げられ、続いて、マーズアセントビヒクルを含むランダーが打ち上げられる。本格的なサンプル収集用のローバーと比較して、このローバーは、サンプルの入った容器を回収して、ランダーまで持って帰る機能だけを持つ、小型で単純な構造である。ミッションの残りは、2機による方法と同じである。 この設計によってミッション全体のスケジュールが緩和され必要なオペレーションを実行する時間が確保できる。さらに火星に運ぶ質量を2機に分散できることでマーズサイエンスラボラトリーのために開発した着陸システムを用いることが可能となり着陸システムを最初から開発し試験するための費用やリスクを節約することができる。太陽電気推進により 三気の代わりに一期でサンプルリターンを行うことが可能となる。全く別の火星からのサンプルリターンの概念がマーズスカウトのシムである。シムは地表からではなく高層の大気からガスやゴミのサンプルを収集するミッションである。ロシアの計画する火星からのサンプルリターンはマルスグルントである。ホボスグルントでの設計を流用することを計画している。 中国は2030年までに火星からサンプルリターンを行うことを計画している。ありがとうございます。